ラリーズ富山インターハイが終わりました。ラリーズ編集部の山下です。インターハイの興奮冷めやらぬという感じですが、今回はインターハイで活躍した1年生について紹介したいと思います。まずは男子についてです。野田学園の柴選手は団体戦で単幅2点起用とすでにエース格の働きを見せていました。団体決勝では徳田選手と組んだダブルスで名電から勝ち星を挙げ、ラストシングルスでは谷垣選手に敗れたものの野田学園準優勝の立役者の一人となりました。シングルスではランク決定戦で東山星選手に敗れベスト32となりましたが、今後の活躍に期待です。同じく野田学園では三木選手も1年生ながら団体戦でオーダーに名を連ね、シングルスでもランク一歩手前のベスト32に入っています。男子団体3位の明徳義塾でも1年生の藤本選手が団体戦で単幅2点起用、シングルスでもベスト64に入りました。他にも学校対抗準々決勝の愛工大名電戦のラストで谷垣選手をフルゲームまで追い詰めた東山の古賀選手、団体戦で単幅2点起用されノーシードからの団体5位に貢献した希望が丘の浅見選手、団体戦ではダブルスで起用され個人戦でもシングルスベスト32の明豊の木塚選手、シングルスで静岡学園の鈴木選手を下しベスト32まで駆け上がった育英の高橋選手、シングルス4回戦で愛工大名電の浜田選手をフルゲームまで追い詰めた静岡学園の玉里選手、学校対抗5位の遊学館で団体戦に出場した赤尾選手、ダブルスベスト8とランク入りした富田の林選手、公立校ながら学校対抗ベスト16に入った長野工業のレギュラー田中選手、初めての出場ながら学校対抗ベスト16に入った聖徳学院の分島選手、そして1年生で唯一シングルスベスト8入りを果たした愛工大名電の萩原選手と、1年生ながら将来有望な選手が数多くインターハイでデビューを果たしました。女子でも目立った成績を残した1年生が数多くいるので後日出す動画で紹介したいと思います。チャンネル登録してお待ちください。ご視聴ありがとうございました。 Rallies